始めていきたいと思います。続きましてエールを送る会によります頼れるお母さんを作りますマザーテラス授業です。では発表の方よろしくお願いいたします。はい、エールの会高田と申します。よろしくお願いします。座らせていただきます。はい、頼れるお母さんを作りますマザーテラス授業と題しまして今回紹介したいと思います。さあ皆さんのお母さんのイメージはどんなですか。書いてあるように食事を作ったり洗濯をしてくれる当たり前ですかね。普通やってもらってるパターンが多いと思います。さあそしてそれ以外の家のことも全部やってくれるのがお母さんかなっていう認識でしょうか。もしかしたらお母さんの仕事も行ってるそんなお家もいっぱいあると思います。そしておじいちゃんおばあちゃんの面倒も見てるよ。お母さんって忙しいですよね。お母さんって頑張ってます。今回お母さんっていうふうにくくらせていただいてはいるんですけれども頑張っているお父さんお母さんっていうニュアンスで捉えていただいてもいいかなと思います。さあ皆さん15歳っていうふうにね私パワーポを作ったんですけども14歳15歳で当たりですか。大丈夫かしら。さあ皆さん、ね、15歳の子供のお母さんは何歳かな。1歳のお母さんのいるお母さんはお母さん1年生だとしたら、ね、15歳の子供を持つお母さんの何年生かしらっていうところでお母さん15年生でもお母さん15年生の試験はありません。ここまで試験なしで来ました。女性はお腹に赤ちゃんが宿ると母性働いて母親になろうとします。でもこの時も母親になる試験ってないんですね。そして試験がない代わりにはもちろん受験勉強とか試験勉強もなくてねお母さんになってしまいました。そして突然試験だよって言われたらお母さん15年生どうしますか。お母さんは15年生、今までは試験もありません、ね、試験勉強もありませんでした。毎日毎日忙しいお母さん、本当はね、お母さんだってストレスもたまりますよね。そして勉強する時間ってお母さん忙しいからありません。でも時間があったら勉強するよりはカラオケに行きたい、息抜きしたいかなってお母さんの気持ち少しわかりますよね。じゃあお母さん15年生の子供たち、その頃15歳の子供たちはどうしてるかな。お母さんがじゃあストレスが溜まっていてカラオケに行きたいなっていう時間もなくて、子供たち考えて迷って悩みます。どんなことで考えて迷って悩みますか。勉強のこと、体のこと、恋愛のこと。お母さんが頼りのある大人だったらみんな考えて迷って悩みます。それは15歳であってもお母さん15年生であっても一緒、とても考えて悩んで迷ってます。さあ子供を育てるための本っていっぱいありますよね。参考書みたいな育児本もいっぱいあります。そして人は見て真似て、ね、考えてそういうふうにできる動物ではあるんですけれども、だから育児書とか本とかいろんなところで学びますよね。でもその本とか資料には残念なことに自分の我が子のことはちっとも載ってないんですね。そしてお母さんも昔は子供だったんですね。みんなが悩んでいる今、考えている今、本当は自分が15歳の時は悩んで苦しんだはずだったのにもうすっかり忘れていて、君たちが何を考えて何に悩んでて何に迷ってどんなことを考えてどんな風に教えてほしかったか、本当は昔々、25年ぐらい前戻れば思い出せることももう思い出せなくなって、でも子供たちが何を考えているか分からなくて悩んでます。子育てに悩んでる大人すごく多いんですね。さあそして単純に3歳の子供のお母さんはお母さん3年生、じゃあその3年生も悩んでることがいっぱいあって誰かに教えてほしいなと思ってます。喋ることで悩みがクリアになったりもします。さあファミレスで喋っているママ友のようにストレスを発散する場所があったら、そしたらどうですか。自信を持ってお母さんたちが帰ってくれたら、自分らしいお母さんになってくれたらどうでしょう。頼れるお母さんを作ったらみんなが迷った時に相談ができて一緒に考えてもらえて、悩んだ時に親がいるなって思えて、そしたら安心して大人になれませんか。そういうふうな場所をお母さんが自信を持って学習できる場所を作りたいなと思っています。
お母さんがきちんとした知識と情報、対応力を持っていたら安心してお話ししたくなりませんか？ね、そんな風な場所を私たちは作りたいと思っています。お母さんもお父さんも子供が大きくなるのに、なぜか大人になるのは認めたくないみたい。でも毎日心も体も成長してますよね。だから親にも理解してもらいましょう。マザーテラスという場所で子供の成長を喜べる、頼れるお母さんを作りたいと思います。以上です。はい、どうもありがとうございました。それでは質疑応答に入ります。審査の方は質問があれば挙手を持ってお願いいたします。はい、どうぞ。会に行くときは子どもと一緒に参加をしてもいいのでしょうか？はい、まあ、対象年齢にもよると思うんですけど、もしその子どもが学生というか中学生であれば、お母さんだけ聞きたいお話もあるかもしれないし、そういったときにはお母さんだけの場所、あとは子連れでできる場所も作れたらいいなと思います。ありがとうございました。はい、他にあればお願いいたします。毎月実地した方が、はい、毎月実地することは可能ですか？そうですね、要望があればというか、その参加者がいるんであれば毎月やりたいと思います。ありがとうございます。あ、はい、じゃあお隣にも、うん、はい、よろしくお願いいたします。南城市外でも講演や授業などは行いますか？今のところ南城市内というふうには考えています。でも沖縄というふうな括りで考えると、やっぱりお母さんの力っていうのはとても大きいと思うので、多くのお母さんにそういう場が提供できたらいいなとは思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。その他に質問があれば挙手でお願いいたします。この6回の公演予定されているんですけど、それは今年だけじゃなくて来年も再来年も続けていく予定なんでしょうか？はい、継続的にやっぱりこれは普遍的な問題であると思うので、やっぱり今の子どもたち、これからの子どもたち、全く悩みって変わらないと思うんですよ。本質的には自分の体の変化みんなしますよね。でもそこをちゃんと答えてくれる、信頼できる大人を増やすという意味では、ずっと続けていけたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。他にあれば挙手で、はい、お願いいたします。相談に行ったときは、お金などを払って相談を受けるのでしょうか？はい、今回は、このアダルティーなプランでカバーできると思うので、無料で相談とかそういう集まりができる予定になっています。はい、ありがとうございます。他にございましたらお願いいたします。他は大丈夫でしょうか？はい、それでは質疑応答も終了したいと思います。では、どうもありがとうございました。